表敬版令和のドラ。ちょっともしよかったらあの高校からの経歴っておじドラてもいいですか。はい、<laughs> 高校は北海道の札幌南高校。そうですや。サッカーら現役で行かれたんですか。あとは早稲田大学は一度してあ,あのただ私勉強ができなかったのでスポーツ競技的入試というものがありましてそれで入りました。スポーツは何が。 あ、陸上をやってました。で、そこからお医者さんになりたいってなったんですか。そこからそうですね。スポーツ科学部であのスポーツ医学を学んでたんですけども、もっと詳しくやりたい。なと思うのと、実際に自分がやっぱり、その患者さんに手を出して治したいなと思ったので。医者及びスポーツドクターになりたいなと思いました。仮面浪人みたいなことして、もうパッと今の大学に受かった、はい、そうです。 これすごくないですか、うん、そうですね勉強してないとなかなか厳しいですね確かにちなみにその早稲田の学費もご自身で払われたんですか自分と奨学金ですああそういうことか確かに今状況としてすごい大変で菊塾塾長菊崎良次 50の県立高校から早稲田大学へ現役合格参考書学習管理システムを駆使した完全オンライン学習塾を創業予備校相場をぶっ壊す料金体系と実績で学びの常識を変えるどこでも誰でも難関大学へ持ち前のど根性精神で夢に踏み出す一歩を後押しする状況としてすごい大変で奨学金もあって気の毒だしまあ引くことも。 でできない状況で大変だと思うんですけどちょっとこの投資で「受験メンタリーに出演して虎の皆様のおかげで国志合格できましたと宣伝させてくださいは」は我々に何もメリットがないんですよです、ねはい、なので正直ちょっと難しいかなっていうのは私の中でがあって何かその,その医者になった先で、まあ、スポーツドクターっていう夢があると思うんですけれどもそれで世の中をこうしていきたいみたいな,なんか逆に我々にこういうメリットがありますみたいなそういったのがあると。 すごいい積極的なななな気持ちになるかなっていう,ような今状況ですスポーツドクターは実際に自分が陸上競技をやって高校でも全国高校総体に出場したりあのすごいな本格的にやってたんですけどすその中でやっぱり怪我を私は何度もしましてその時に怪我した時になんかやっぱ結構。 前が真っ暗いなんですよ。もう陸上しか当時は見えてなかったので、なのでそういうなんか実際に自分が経験したことも踏まえて、そのスポーツ全くしてない人じゃない。観点からアプローチできるスポーツドクターになりたいなと考えています。確かにこうメリットはこう。とても不透明な感じなので、そこがこううまくこう。訴求できるとみんな応援したい気持ちにより傾くと思うので、なんかしら。ここがひねり出せると一歩優位に進みやすくはなるかもしれないですね。 有志、ね、の場合は、えっと、医者3年目に、えっと、アルバイトが一般的にできると言われているのでそちらの医者になった際に医者になれば稼げるという安直な考えを持っているのでそちらで返したいと思っています。なんか頼れる人はその、まあ、ご両親しかり、まあ、いろんな結構経歴があると思うんでなんかいなかっそうですね。金銭的に頼れる 相手はやっぱ両親一般的には両親なんですけども私の場合は頼れなかったですねただ全く頼れなかったっていうのは嘘になるんですけどあの最初の入学金をあの借りてきてくれたりなどの最低限のことはしていただいたので私は感謝していますすごいもう本当に頑張ってるっていうのが伝わるんでまずもう10万円はこれはもう普通に何て言うんでしょう、まあ、投資みたいな感じでこれは出したいんですけどやっぱちょっとまだここで先は出なくて。 まあ理由は、ちょっとすごい辛辣な言い方になるんですけど、まあ、自業自得なんじゃないかっていうのもちょっとあると思うんですよ。一旦大学生になって、そこから自分の進路を考えるって言ったら、資金繰りの方もやっぱり計画を立てて考えるべきだった部分はあるんじゃないかなっていうのはあって、今のままだったらすごい辛いです。助けてください。 っていうだけだから、スポーツドクターになって、やりたいこととか、叶えたいことがあるとか、リターンの部分でですね、できるところがあれば、ちょっとそっちの部分のプレゼンをして、 みんなをこう、焚きつけていきましょう。かっさらっていきましょう。有田先生から十万円、つまりま。いやいや、凄す,すぎる、<laughs> 実際。確かに、いや、でも、本当そうですよね。このなんか、努力はね、うん、半端ないし、なんか、医学部の実態を聞くと。なんか、応援したいなっていうのもあるんですけど。もっちさん、だからこそ、みたいな理由があると。そうなんですよ。それがちょっと、欲しくて。うん、でも、これだけ、バイト、頑張れる、方だと、多分三年目になって。多分、バイト、ゴリゴリやったら。 月200とか多分いく、余裕で行けると思うんですよね。稼げると思うんで。一緒になってから話です。あ、はい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 。なんで、当直三日連続とか、行けそうな気は。するんですよね。三年目から、あの、アルバイトって言って。その、土日とか、お休みの時に。その別の病院に勤務しに行ったりとか、することができるんですね。で、日記あたりいくらとかもあるんで。それを、全土日と祝日を潰すと。まあ、0百とかは、三年目でも頑張ったらいけるんで。行けます。すごいな。はい。 そういういメリットの出し方もあるよっていうなるほど <laughs> なるほどなるほど志願者の経歴に虎一同驚愕くありさが札束を動かし流れが変わる激論もいよいよ最終局面へ導き出される答えは現状は救った方がいいっていうので一致してますか皆さん。 お金を出した方がいいっていうのは一致しまのか。そうですね。今やっぱり。情けしかないですね。情け面しか僕は今感じていない、かわいそうだなって。助けあげたいな、だけです。これは言おうか悩んでた、ことなんですけど。と、あの、スポーツ、もちろん整形外科になって、スポーツドクターになりたいという夢があるんですけど、もう一つその在学中に。考えていたことは、自身があの、ちょっと。 エッチなアドバイトをすることでそういう女の子たちの性感染症に対する意識や対策やなった時の,その治療だったりに疑問を持つことが多かったので私がその医者になった際にはそういう業界にちょっと関わっていた経験を生かしてあとは自身がいたからこそ,その性感染症やそういう妊娠などの女の子の相談やその検査などああとごめんなさい。検査 治療などに携われるようなことをしていきたいなとも考えています。なんか副業とかライフワークとして仕事以外でやるってことですかスキル系会であるスポーツドクターを主として、とまだこれはぼんやりとしているんですけど、その別に自分で開業したときに自由診療としての枠を持ってやっていけたらいいなと思っています。勉強するために一ヶ月間休むために、 百万円ってことだと思うんですけれど。はい、もしこの勉強時間確保できないってなったら。留年の可能性が出てくるわけですか。はい。可能性が高まるわけですよね。そうですね。留年になったらもう一回六年生。っていうことですよね。そうですね。方向はそれ大丈夫ですか。方向、私も方向なんじゃないかなって思ったんですけど。うん、方向ではない。あ。だ方向になります。も今年度。だけですね。チャンスは。 そうですね。今年度一本となっております。今年ダメだったらもうちょっとエッチなお姉さんが爆誕 <laughs>、ね、医学に詳しい。<laughs> <laughs> <laughs> 一応やっぱり僕も同じ心境だったね、えー、経験があるので応援したい気持ちはすごくあるので一旦やっぱ他の先生も出しやすくなるかなと思います。一応じゃ五十ぐらい置いておきますね。<ー>そうするとちょっと出しやすくなったり<ー>話が出しやすくなったりすると、あとはね。 このリターン面をうまくプレゼンしてもらって他の先生からの支援をうまく勝ち取って常時できるようになってくれればいいなと思って50出しておきましょう実際三年目からは月いくらぐらいの返済になるとかってもう分かってるんですか奨学金はあと今年と来年で返済するので三年目にはもう一切ない予定ですさっき学屋で挨拶に行った時なんか iPad でしかも割れてるんですよ画面が <laughs> 画面割れてる iPad で大学の試験のためにも使う教材ですよずっと開いて 勉強して,てギリギリまでこうやって勉強してでこっちもこっちでやんなきゃいけなくてでもどっちも頭に入ってこなかったでしょあの時緊張してって、ねまあ、いう状況だと思うんですよお医者さんになるの楽しみですか代表田大阪大学卒業翌日山口県下松町拠点に学習塾を開業続く2021年最年少の学びエイド鉄人講師有沙先生として活躍の場を広げる3年 B 組金髪先生 天真爛漫の笑顔で受験生を新しい未来へと導くお医者さんになるの楽しみですか楽しみでもあるし何が起こるか分かんない未知の世界なのでちょっとドキドキキとワクワクです、ね、なんか具体的に、まあ、さっきちょっとスポーツのスポーツドクターになりたいっていうお話があったと思うんですけど特にもうちょっとこう具体的にそのどういう子を、はい。 こういういいいいいに助けたいみたみなのをちょっっと教えてもらってももらですか私が助けたいと思っているのはけがで、ね、苦しむだけじゃなくてその怪我している上でやっぱり試合に出たいとかその最後の試合だからとか<ー>大事な試合だからとかそういうことがあるんですけどその時にその出るっていう選択肢を取った上でどれだけあのその子に後遺症を最,最低限残さずになるべくその能力を最大限発揮できるようにサポートできるか っていうスポーツドクターになりたいなと思っています。もっちさんもお世話になったことがあるんですか。あ、あります。で、素敵だなって思ったんですか。そうですね。私が高校三年生の時に陸上競技場まで来ていただいて。その時にちょっと痛みがあったんですけど、わざわざます言ってくれて。それで早稲田のスポカ行って、今に至るんですもんね。はい。そうです。歓声ありますね。<laughs> <お>いや、はい、いや、実際あるし、遊んでないですよね、一切。 で全然寝てなないいんじゃないですか寝るのはそうですねあの車の中とか一 <laughs> 日何時間ぐらいなんですか <laughs> 寝るのはあでも結構取ってまして6時間寝ておりますあはいでそれ以外はもうずっと勉強してる勉強とアルバイトとアルバイトですね <laughs> いやもうこれで受かるんですよね今回でもちゃんと入ったら頑張らせていただきますいや頑張ってください <laughs> 有沙先生からもう10万円で投資でお願いします返済いいですこれは。はい 私はリターンなしでっていうのでお願いしますとりあえずあ。若干目が赤くなってますね。いやだってえもう,泣そう、ね、こんないやな格好しないんですけどいやすごくないですか。<laughs> すごい。でこんな一貫性を持って気持ちも変えずにやってるんですよね。十分ですね。うん、<laughs> だって、はい、ちょっとエッチな仕事も別にやりたくてやってるわけじゃないわけですよね本当は。株式会社メディア代表水木大輔。 四四流二国牢の逆境を乗り越え自らの挫折リベンジ経験を武器に個別指導とコーチングを組み合わせた学びを享受する留年浪人に悩める医学生医師・国士受験生に寄り添う医学教育の虎ドクター瑞希志願者のカルテを読み解きいかなる未来へと導く、はい、ちょっとエッチな仕事も別にやりたくてやってるわけじゃないわけですよね本当はあ あと最初はそういう気持ちだったんですけど仕事として仕事のプロとして今は楽しみもありやってるのかもしれないですけど最初別にやらなくていいんだったらだってやらないですよねそうですね、うん、だからやっぱ夢をを叶えるるために今の仕事をされているっていいいっううようななしかない、うん、自分の経験をもとに解決したいって思っていることはすごい素敵なことなんで。 私も自分が通いたかった塾を作りたいと思って塾屋をやっているので、シンパシーというか、いいなって思ったんで、体壊さずにちょっと頑張ってほしいんですけど、はい、まだちょっと足りないんで、これだ <laughs> <laughs> なない実際だとな泣きたいこといったなんで逆に泣かないんかなと思ってなんか私もちょっと泣きそうポ <laughs> ップにいてすみません <laughs> 僕はもう本当にすごい努力はしてるなというのは本当感じてますただやっぱりなんかうんちょっと厳しい考えになっちゃうんですけどでもちろんその性感染症の知識を伝えたいだかとかそういう夢を叶えるあの読あの自分の 麻酔のようなエピソードのようなドクターにいたいって気持ちも分かるんですけれどもちょっとまだ足りないなっていうところがあります、はい、ただあの今現状私の中ではやっぱり何かしらのまあ融資とか投資とかを、まあ、後からそういうのを出してくれれば応援したいなっていう気持ちはもちろんあります、はい、そうですねそういう状況です今は。 返済の仕方は3年目以降で投資はと私がちゃんとスポーツドクターになれた医者ではなくスポーツドクターになれたら倍返しでお願いしたいです、うん、そうすると専門医になってからかなっていう感じになりますか医者10年目ぐらいですかね大体そうですね、まあ、3年目で整形になったら。 スポーツドクターでいいんじゃないですか。まあまあ名乗ってまあいい。まず触ろうと思ったらできると思うので。っていうことでいいですか。そういうこと。じゃバイナだ。おバイナ。バイで。わかりました。はい割れた iPad でね勉強するのは大変だと思うので、はい iPad 代だと思って10万円。ありがうございます。ども先生から10万円ですね。残りが。あじゃあ残り出します。あおはいあらはい いやいやまだじゃあ大浜先生から20万円でここで菊崎さん乗らないとこちら私もお願いします残りの20じゃあ120になったということで一旦完全オールということでおめでとうございますまずじゃあ先に出していただいた大浜先生からお聞きしていいですかそうですねいやなんか まあそのビジョンとかももちろん大事だなと思ったんですけど努力すごいなっていうのがね改めてさっきの僕もあの楽屋で勉強してたってすげえなと思ったんですよねうんなのでやっぱそれは応援すべきだなっていうので出させていただきましたじゃあ後とから出していただいた菊崎先生やっぱり私も本当に応援したいなっていう気持ちは普通に結構序盤の方からあって。 ただ何かその投資のリターンとかでまだ定まってない中で出すのはちょっと違うなと思っていたところでたださっきそのまあ覚悟を決められたのかまあ2倍で出すとかいうような発言があったのであそれぐらいの覚悟だったらもう応援したいなというのがあってまあ積みたいという思いになったっていうところがあります。はいいいあありがととうううございますすじゃあもうエクシードっていうことになるんですけれど もちろんあの皆さんで同じ割合の方でお願いしたいです。じゃあこの割合ですね。計算入らしていますか。えっとこれは。とだいもしいち。数学のはちょっとあれなんですよね。10年くらい前の人ね。まあこれは後で大体10%かね。はい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 。わかりました。まあ改めまして完全オールということで皆さんからえっとじゃそのまま出していただいているものを受け取るような形にしましょうか。はい。はい。じゃあ改めておめでとうございます。 はい、じゃあ辻先生のところから順にお金を札束受け取りに行ってください、はい、僕もねもうやっぱしんどかった中ね、はいえー、本当に応援した気持ち一んですよね僕はもう返済とかもうそういうのか何きなにも単純にもう純粋に応援した気持ちなので頑張ってください,お願いしますありがとうございます、はい、頑張ります頑張っていろいろと大変なことがあると思いますが頑張ってください、はいえー、応援してます頑張りますありがとうございます いや、ちょっと、あの想像でする努力をされてると思うんで、あの体を崩さないで。はい、<laughs> 自分を大事に、あの心を大事に頑張ってください。はい。ありがとうございます。偏差値五十二あれば、きっと彼氏もね、<laughs> 頑張ってくださいね。はい。はい、落とさず、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい。応援します。頑張ってください。はい。ありがとうございます。はい、頑張ります。もっちさん、じゃあ、改めて感想をお願いします。はい。初めてこういう場に出させていただいて、すごい緊張したんですけども。 その皆さんがこちらをしっかり向いてしっかり向き合って話を聞いてくださって私も自分の伝えたいことが少しでも伝えられたかなと思っています支援していただいたお金をお金をもとにあの卒業試験国家試験と突破できるように頑張っていきたいと思いますありがとうございましたあのー これ出なかったら僕が出すしかないじゃんって思ってたんですけどあの額は違えど同じ方向を向けたかなと思ってますモッチさんと同じ方向をみんな向いてあとは頑張ってくださいじゃあ今日はありがとうございましたスポーツドクターを目指し医療の世界へこれまでの経歴置かれた現状を赤裸々に語る志願者 虎たちの心を動かし見事エクシード完全オールで終幕思いを胸に医療の世界へと踏み出す志願者その背中にエールを送り虎たちは次なる志願者を待つ